はい、入団の準備をしたんですよ。はい。卵が全部で39個。いっぱいありますね。でも入れる場所がない、ちょっと足りないということで、絢爛して良くない卵を省きます。はい、省いてね、スペースを作ろうというね。よくできてる機械で。よし。あ、いいですね。あ、綺麗だ。超いい。あ、ダメだった。ダメだった。はい。はい。はい。あー、ダメっぽいな。さすがに1ヶ月も経つと。スッキリしてくるね。あー、ダメ。ダメ。ダメ。あ、いいんじゃない？微妙だけどいいかも。ギリギリいいんじゃない？周りよりは。さて、あ、よいしょ。こいつがオッケー卵。オッケー卵。オッケー卵もらうよ。あ、じゃあ持ってっていただく。いいよ。よいしょ。多いですね。はい。ダメ。よいしょ。はい。はい、気をつけて。はい、オッケー卵。この子たちは4月の12日発生って。あー、ダメだ。ダメだ。あー、ダメかな。ダメだね。結構ダメが多いかな。はい、ダメだ。お、いっけ、きれい、きれいだ。よいしょ、よいしょ。これでもう、だいぶ入った。ダメすぎ、太陽みたい。ダメっぽいね。ダメ、ダメ。あー、ダメだね。怪しいよ。ダメ。太陽じゃん。これも怪しいけどダメっぽい。全部奥ダメだね。ダメか。場所の関係はあるのかしら。ダメ。オッケー。あ、綺麗。なんならもう今できそう。ダメ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 。何？何？何？場所の関係とかあるんですか。いただいて、いや、油性卵か無性卵かだと思います。あ、場所ってそういうこと？この庫内の。いやいや、場所。それは、だってもう1ヶ月ぐらい入ってるから、さすがに。もう決まってるものか。うん。いい、皆さん、こんな光景見たことないでしょ。よいしょ。面白い。こんなんでいいのかって感じですけど。よいしょ。ちょっとごめん。そうだね。いい卵をまとめていけば。ね。はい、ありがとう。話しよう。あ、大丈夫です。はい、よいしょ。そうね。同じいい卵でも全く大きさが違うんですけど。本当に。でかっ。どんなヒナが生まれるんだ。いい卵。それはまた白い卵だな。そうだね。でも優勢だ。じゃあ、もう十分スペースはできたな。ただし、あれこれさっきやったね。何やった？あ、いいね。これだけいい。そうそうそう。そこだけなんかいそうっていう話。よいしょ。もう、結構無精卵だ。アリの巣の中みたい。え、そこはダチョウの巣じゃないのか。ははは、確かに。よいしょ。本物のダチョウの巣もね、こんな感じでね、一つのくぼみの中に。そう、ゴロゴロ、ね。こんだけゴロゴロといっぱい。で、中心にあればあるほど、優位性の高いメスが産んでる卵なんですよ。そうそうそう、優位な子が産んでる。ああ、寂しくなっちゃったわね。微妙だな、残すか。ダメそう。さすがに、あれ？おかしくね？なんだこれ。気質がでかくね？ダメかしら。ダメかな？太陽です。わかんない。いやでもダメ。でも、ダメか。分かれてるっちゃ分かれてる。ダメだ。けど、でかい気質に見える。ね。よいしょ。よいしょ。いいやつは、まとめちゃう。うん。はい。ゴロゴロ。ゴロゴロ。よいしょ。でかいな。でかすぎるとね、なんか生まれないよね。そうそう。受精卵でも、適度な大きさを保ってもダメですね。ダメだ。
ダメですね。およ？およ。ちょっと残そう。残しましょう。普通にいそう。うん。難しいね。ね。そう、全部分かれてる。じゃあ分かれてるっぽく見えるんだよね。そう。それも。微妙だよね。そう。でも、もう経ってんだもんね、時間が。経ってる。で、スパーンってなってる気がするので、出しましょうか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89
な見分け方があるよというね、同業者の方がこの動画をもし見てたら教えてください。本当に。よいしょ。よいしょ。36分の10ぐらい残ってる。ねえ。よいしょ。で、こっからまた無事に帰るとなると。そう、またここから選別が。さて。では。これ扉が閉まらないのでの卵がこんなに、でもこんだけ多いと船も重くなっちゃうからね、ですね。あー、いっぱい、よいしょ。はい、スペース作り完了プラス絢爛おしまい。はい、ふう、はい、お疲れ様でした、はい、あ、これはちゃんと元に戻しますので、はい、元に